そして後半に向けて両チームとも選手を交代してきました。カナモ選手入りましたね。そうなんです。三国ケネディエブスに代わって福岡は明確にそこにまず入れてサイドを使うとかクロスの形っていうのは作りたいでしょうね。さあそのサイドから金森裏に出す。今度は来るフリーだ。わずか湯沢には合いませんでした。早いリスタート。金森が運ぶ前、今野、中2人、大外の山岸折り返し決まりました。に代わって宮澤が投入されました。ここでうまくゲームをコントロールしてほしいですね。さあ後半投入の金森効いています。浮き上げプレスバックした青木、まだキープする。ただこれはファウルになりました。もう一度自ら守備に行く山岸。金森近いポジションで前もいる。ルキアンの前で宮澤のヘディング。ルキアンに代わってベリントン、金森仕掛ける。ベリントンの前です。まあ、いいスイングでどういうボールが入るかですよこれ。はい、まずは ベリントンの奥、わずかにグローリー合いませんでした。ベリントンはこちらサイドはケア、限定をかけていく。さあ奪うか。いや金森が動いています。やっぱりこのゲームにかける思いっていうところだと思うんですよね。はい、勝ち点3をつかみたいという思い。しかも今日2点をリードしたのは札幌でした。その中追いついた福岡、前が上がる。ただ上げさせません宮沢。金森、宮沢の対応、もう一度金森前、宮沢クリア。ただここで飛距離出ました。ただキム・ゴヒは追えません。遠くまで飛ばす金森が競る。その前の田中俊太、